連日の大雨により、三峡ダムと葛栖ダムが全力で放水を行っており、今後、湖北省との武漢市でも洪水が起きる恐れもある。重慶市と湖北省にまたがる長江の三峡ダムの水位が4日、警戒水位を2メートル超える 169.8 メートルとなった。4日のダムへの流入水量は、毎秒56,500立方メートルで、前日に比べ6,000立方メートル増えた。流域の船会社や海事部門は、長江の流量増加に伴い船の流出などの事故が起きないよう警戒を強めている。新疆ウイグル自治区カシュガル地区のファイザバード県で4日午後9時20分頃、マグニチュード 6.2 の地震が発生した。午後11時半現在の怪我人は、重傷が1人、軽傷が2人。当局が被害状況の確認を進めている。4日のファイザバード県の M6.4 の地震後、現地では少なくとも余震が8回起きた。高層住宅の住民は慌てて階下に避難したという。中国地震ダイアミによると、雲南省大理州、ナミビ、サンズイに、ハナ県で3日午後9時49分頃、マグニチュード 6.4 の地震があった。中国のニュースサイト法配信文によると、4日午後3時までに3人が死亡、32人が重軽傷を負った。同県の地震、3日午後8時から4日午前7時まで398回を数えた。うち M4 以上が13回だった。地震で大理州の12県、市で被害が発生。死者は最も深刻な曜日県で2人、永平県で1人だった。怪我人も、ナミビ県が28人で最も多かった。ナミビ県は、住宅192戸が倒壊、1073戸が損壊。重慶市では3日午前9時、長江の支流沿いの気候区で、洪水警報が発令された。中国中央気象台は4日午前6時、長江ダムなどがある、下中地域で激しい雨の恐れがあるとして、警報を発令した。同気象台によると4日から貴州省北部、重慶市南東部、湖南省北西部、チャンスー省、上海など広い範囲で大雨となる見込み。特に貴州省北部、湖南省北西部、湖北省東部では激しい雨となり雨量は24時間で250から280ミリに達する見通し。吉林省水利庁によると、省内のダム20カ所では、最近半月間、水位が上限を超える状態が続いている。同庁では、白木市と東南市など、ノンジャン流域の都市に、洪水への警戒を呼びかけるとともに、規則に従いダムの放水を行っている。気象専門家は、ノンジャン上中流に降った大雨により、今後、下流の同省白木市や松原市で洪水が起きる恐れ、あるとして、警戒を呼びかけた。同省北西部の山間部では、土砂災害の危険があるとして、注意するよう求めた。